ているから、宇宙服ピクミンがたくさんいすぎてローソン内が邪魔ってことはまあないんですよ。だからローソン揃っていない方だったら今のうちにね、大量に引っこ抜いておきましょう。だからローソン揃っていない方だったら今のうちに大量にね、集めておきましょう。個人的にはね、それがいいんじゃないかなと思います。じゃあ今回はじゃあこの辺で以上とさせていただこうかなと思います。ローソンイベントは本日14日で終了です。まだ間に合いますよ。ローソン内確保。頑張りましょう。それでは今回この辺でありがとうございました。ちょっと待って、これ、皆さん本当に、突然始めてすいません。今急遽回してるんですけれども、僕持っていないデコピクミンって、お菓子の白だけだったんですよ。それ以外のデコピクミン実はもう全部持ってて、まだね、その赤のバスピクミンとか岩のバスピクミンとか苗だけ持ってて、デコにはしてないんですけど、仮コンプという形で持ってはいたんですけれども、でそのラス1に残ったピクミンが白のお菓子だったんですよ。どうしようかな、白のお菓子ピクミンガチャだしな、なかなか出すの大変だしなと思ってたら、動画撮影中に急に来てしまってびっくりしております。ということでね、これで、そうですね、全てのデコピクミンコンプリートということになりました。コンビニのお菓子が僕がね、その最後にゲットしたデコピクミンになります。最後まで残った3匹のピクミンなんですけれども、バスピクミンの岩ピクミンですね。バスの岩とバスの赤と、このお菓子の白ですね。この3種類が最後まで残りました。バスに関しては実装が遅かったからっていうのがあるんですけど、個人的にはね、かなり苦戦しました、バスピクミン。正直言って一択スポットにて探知機を打たなくても集まるだろうなってちょっと思い込んでたから、楽に集めようと思ったんですけど、全然集まらなくて、思った以上に。だからね、ちょっとかなり苦戦したんですけれども、なんとかね、無事にコンプリートすることはできました。で、お菓子のこのね、白なんですけれども、ずっとお菓子の白に関してはキャップの方ですね、コンビニのキャップの方ばっか出てきてしまって、なかなかね、厳しかったんですけれども、ようやく出すことができました。これにてね、デコピクミン全種類コンプリートです。いやー、大変だった。なんとか1周年記念イベント中にコンプリートすることができましたね。いやー、参った参った。で、僕ね、その今やってることは、デコピクミンアーカイブというものを作成しております。ピクミンブルーム、僕再生リストめちゃくちゃ作ってるんですけど、そこのリストにはね、僕が入手したデコピクミン全て載せておりますので、デコピクミンどんなのいるんだろうって気になった方とかはね、こちらのリストを覗いてね、動画見ていただけますと幸いです。今回ね、デコピクミンようやくコンプリートすることができましたよっていうお知らせでした。コンプするときは本当にいきなりなんですね。去ってくるもんなんですね。びっくりしちゃった。感無量です。スタジオ、今回はね、この辺で以上とさせていただきます。デコピクミンコンプしたよっていうのと、再生リスト作ってますよってお話をさせていただきました。それでは、ありがとうございます。